はい、どうも皆さん、こんにちは、ちゃちゃです。動画のタイトルでも、まあ、書いてある通りなんですけれども、僕んちの、まあ、風呂ですね。こんな感じで。まあ、日本の一軒家とか普通のアパートとかに比べたら全然でっかい風呂じゃないかなって感じです。はい。まあ、こんな感じでね。まあ、結構、まあ、そこそこ大きいプールじゃねえよ、これ風呂が。まあ、風呂だと思うんですけれども、まあ、とりあえず、これに今、水入れていきたいと思います。まあね、こんだけ大きいとね、全部お湯張るまでの間に最初に入れた方の湯が冷めるっていうね。まあこんだけ広いからね。まあとりあえずよし、 OK で、あとはこれを下に入れる。まあこれで張るの待ちたいと思います。まあ一応入れたんですけれども、なんか水黄色くねっていう、あとめっちゃ臭いっていうね。この建物自体が古いから、まあこういう色になってるのかもしれないけど、まあ入りたいと思います。まあ一応ね、まあ沈めるとこんな感じで、水中から降りるとこんな感じです。一応出すとこ見せるか。自慢動画撮ってもつまんないんで、まあここで質問コーナーをやるための、質問を募集したいと思います。まあこれで第3回目の募集動画になるんだけれども、第1回もそこそこ集まった。で第2回は4、5くらいしか集まなかったから、まあ今回はね、結構動画撮れるように2、30は来てほしいなって感じの目標ですね。で、まあそのコメントの応募期間なんですけれども、この動画公開された日から25日まで、9月25日までにしたいと思います。で、動画公開するのが、10月の第2週になると思います。ちょっといろいろ用事があるんで、第2週に多分公開になると思います。まあ、ね、まあ、今日はタッチチャンネル第3回質問コーナーの質問募集と、まあ、オレンジには、まあ、そこそこ大きい風呂があるよっていう、まあ、動画でした。ご視聴ありがとうございました。まだまだタッチチャンネルチャンネル登録済んでいる人はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてサブチャンネルはですね、不定期に動画を上げるので、そちらのチャンネル登録よろしくお願いします。そして、Twitter、Instagram やっているので、そちらのフォローしたい人はぜひフォローよろしくお願いします。また次回の動画でしょう。バイバイ。